できる営業とできない営業の差が全く縮まりません。どうしたらいいんでしょうか。うちの営業チームは心理的安全性が非常に高いんですけれども、それだけじゃダメなんでしょうかという相談がよくあります。今回の動画がそういう方の悩みを解決してくれます。皆さんこんにちは。企業の現場に入っても今日を絶対達成させるコンサルタント、アダクセールスアソシエイツの横山です。余罪管理大学へようこそ。本日のテーマは、営業マネジメントが全くできないチームの特徴とはです。今回も3部構成でお話をしていきます。第1部、心理的安全性について。第2部、 KPI マネジメントについて。第3部、ダメな営業チームについて。この動画を最後まで見ることによって、なるほど、ようやくわかった、生産現場と営業組織と比べてみるとものすごく違いがある、だからうちの営業チームはダメなんだ、そういうことだったのかとよくわかるようになります。ぜひ最後までお付き合いください。そしてこの動画を最後まで見てとても参考になったという方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではいきましょう。まずこの多様性、心理的安全性を紹介するスライドを使いながら話を進めていきます。このスライドは概要欄でも紹介されていますので、動画を見終わってからぜひこちらのスライドもチェックしてみてください。ではいきましょう。まずは多様性、心理的安全性について簡単にお話をしていきたいと思います。もう皆さん知ってますよっていう、そういう声聞こえてきそうですけれども、おさらいです。これは多様性の科学という書籍に載っていた図を自分なりに作り直したものです。この図とても分かりやすいですよね。一人一人の能力が高くって、多様な意見アイデアを受け入れるチームが心理的安全性が高い、こういうふうに言われますよね。だからなんとなく居心地いいんだよね、快適だよねっていうのは心理的安全性が高いとは言いません。これまでとは違うことをやりたいんです。会社に貢献したいんです。どうですか、いいじゃないか、これが心理的安全性が高い。今多様性の時代ですよね。だからこそ心理的安全性の高いチームが必要だというふうに言われてるわけです。多様な意見を受け入れるチームが心理的安全性が高いということなんです。この枠の中にいろんな多様な意見アイデアがあるということは必ずイメージの中に入れておいてください。続いていきましょう。一人一人は優秀なんだけど、チームの中に入ると画一的なアイデア意見しか出てこない、これよくありそうですよね。一枚岩になっているチームというのは心理的安全性が高いかっていうと、そうではないというのは心理的安全性の書籍にも書いてあります。皆さん読まれましたでしょうか。ですからこの枠の中でいろいろ考えてもいいんだよっていうふうに言われてるにもかかわらず、みんな同じ意見とかアイデア、これはね、多様性が高いとももちろん言いませんし、心理的安全性が高いとも言われない。そうすると外部環境の変化によってぐーっと傾いてしまうっていうこともあるわけですね。じゃあこれは多様な意見アイデアを出せる空気はある、いろんな意見を出してもいいよってチームリーダーが言うわけですよ。だったらってね、いろいろ言えると。だけど一人一人が無知もしくは能力が低いと生産性は逆に低くなりますよと書かれてあります。無知、能力が低いっていうはっきり書いてあるわけなんですけど、だからこの枠以外でもいろんなアイデアが出てくると、あれもやったらいいじゃないですか、これもやったらいいじゃないですか、あの会社でもこれやってるしうちもやってみましょうよって、それ受け入れていいんでしょうか。正しいフレームワークの中でちゃんと考えてますか。何でもかんでもやったらいいっていうわけでもないですよね。いつやったらいいじゃないですか社長って言っても、いやちゃんと考えてますっていうことです。多様であればいいわけではないんですよ。個人個人の知識とか能力っていうのは大丈夫ですかということですね。これをまず押さえておいてください。じゃあ第2部は KPI マネジメントについて。 KPI マネジメント、 KGI、 KSF、 KPI、 キーゴールインジケーターとキーサクセスファクター、そしてキーパフォーマンスインジケーターですね。この三角形必ず覚えておいてほしいんですけど、心理的安全性が高いチームの KPI マネジメントってどうなってるかっていうと、キーサクセスファクターとキーパフォーマンスインジケーターを決めるプロセスの中で多様なアイデアが出てくるわけですよ。キーゴールインジケーターは一つです。この売上目標を達成させるんだ、営業目標を達成させるんだ、これはみんな反論の余地がないはずです。そうだよねと、うちの組織の目標はこれだよねと、この目標が変わることなんてないし、たくさんあることもありません。ですから1個なんですよ。この1個の目標に対していろんなアイデアが出てくるのは当たり前ですので、どのような KSF、 どのような KPI が必要なのか、これはある時点で確定していくわけなんですけど、その確定
定するまでのプロセスにおいて多様な意見が出てこないといけないということです。意見が出てこないようなところっていうのは先ほども言ったように心理的安全性が低い、確率的なんですよ。なので、まあ、部長の意見の通りでよろしいんじゃないですかと。やっぱり KGI を達成させるためには、まあ、この経営政府ですねと、まあ、私もそう思います、うん、まあその他にないんじゃないでしょうかみたいな感じになっちゃう。多様な意見が出てきませんよね。いろんなアイデアを出してくれって部長が言ってるにもかかわらず、部長がおっしゃる通りで他にないんじゃないですかみたいな感じになると三角形描けないんですよ。これだとうまくいかないわけです。想定外のことが起きた時に対処できなくなる。一方でさっきの話、無知もしくは能力が低いチームの KPI マネジメント、 KGI と関係のない意見やアイデアが出て収集がつかなくなる、ありがち。もう私がいろんなところでねファシリテーションしていると、いやそもそも目標達成ってする必要あるんでしょうか横浜さんとね言ってくる人がいるわけです。どうなってるってことです。 KGI 無視、この KGI を達成させるための KSF とか KPI を聞いてるのに、もうそれ以外の話がいっぱい出てくるわけですよ。それより人事制度見直してほしいなとかね。無知な人は KSF って何ですか、アクションプランとこんなこと聞いてくる人がいます。いやもう話が噛み合わなさすぎちゃって前に進まないんですけど、基礎的な知識とかスキルぐらいは身につけておいてくれないと話にならないっていう感じですよね。それだったら何でもかんでも言っていいかっていうとそうなるはずがありません。そして第3部、じゃあダメな営業チームってどんなチームなのか、それを見ていきましょう。その説明をする前に、まず一般的なものづくりとか生産作業現場のチーム組織ってどんな状態になってるか、自由度が低いですよね。いろんなアイデア出してくれよと、いろんな改善提案を出してくれと言われても出てきません。生産現場で KGI 決まってます。そのためにどういうことを気をつけなくちゃいけないのか、そして日々検証される行動指標っていうのも決まってたり、さらにその下の作業手順とかツールの使用法まで全部決まってる。もちろん人によって仕事の効率は変わってくるかもしれないんだけど、でも人によってあまり差が出ないような仕組みで運営されている現場ってとても多いわけです。ですから私はもともと日立製作所でシステムエンジニアをやっていました。営業活動をやってると成績の差ってとっても大きくなるんですが、システムエンジニアってそんなに差が出るかっていうと差が出ちゃいけないわけですよ。どのようにシステム設計をするのか、そしてどのようにシステム構築をするのか、そして構築されたシステムをどのようにテストするのか、そのテストの手順とかそのテストをするためのツールも全部指定されてその通りにやらないとダメなんですよ。もちろんそれを使いこなすまでに経験とかスキルは必要なんですけど、それさえあればある程度成果っていうのは同じようになっていくものなんです。なので改善案出してくれって言っても幅が少ないんですよ。心理的安全性が高いって言っても出そうと思ってもそんなに改善することないかなと、これが完成されてるからです。なんとなくわかりますよね。ものづくりやってる方なんかそうだってなりますよね。それは総務でもそうだと思います。経理でもそうだと思います。物流センターで働いてる人もそう、大体この通りに仕事をしていればまあまあ大丈夫かなってなりますよね。理想的な営業組織もそうです。いくらなんでもものづくりとは違うけれども、先ほどの KPI マネジメントで言うと KGI、KSF、KPI マネジメントルールを作り込むまでは多様な意見が出てきてもいいんですけども、作り込んだらこれは守れと、で KPI を達成させるためのやり方としてはいろんなアイデアが出てきてもいいってことありますよね。もちろん外部環境は変化したとともに KSF とか KPI が変化することはある、変化することはあるんだけれども、でもそれは組織的にやることであって個人の裁量でやるものではありません。我が社のこの商材をこのようなお客様に提案する場合はこの手順でやるんだ。なので常日頃からこのキーサクセスファクター、その下にある KPI3 つを意識して営業活動してくれとなるわけです。これが理想的なので、営業成績の差を減らすためにはあまり自由度を大きくしてしまってはいけないわけです。そうは言ってもものづくりの現場とかよりはかなり自由度が高いんです。一方でこんな組織もありますよね。目標だけ決まってて現場任せ、君は何を気をつけて営業活動してんの、君はどうなの、どういうお客さんのとこ行ってんの、どうやって攻めてんの、どういう提案してんの、教えてっていう人がいますよね。いやって一人一人戦略も違って戦術も違う。マネージャーは目標さえ達成してくれればいい、目標は絶対達成しよう、だけどどういう風にやってくれてもいいんだっていうやり方だったりするとなかなかうまくいきませんよね。うまくいくというのは能力が極めて高い少数精鋭のチームだけです。この目標を絶対達成させるためにこっからここまでとても自由度が高いんですけど、でも非常に効果効率的なアイデアを自分たちで主体的に編み出せるわけです。これはなかなかない、なかなかないですよ。だから目標だけ設定してあとは考えてくれってなると無理無駄無駄が
とても多くなります。自由に営業活動させてると営業生産性はとても悪くなるわけですよ。私なりのやり方でやってますとか、マネージャーも私なりのマネジメントの仕方がありますみたいな感じになっちゃったりすると、この目標達成は確かにやりますけど、だけどどのようにやるかどうかは営業ですから、みんなに任せてますとか、そんな感じだったらむちゃくちゃになりますよね。再現性がとても低くなります。もっとひどい場合 KGI、 つまり目標も達成しなくてもいいんじゃないみたいな雰囲気になってる部長も、社長が言ってる目標は、努力目標だからさ、10億円やってくれって言っても、自分としては努力目標として9億2000万どうって言うと、いや9億2000万もきついと思うんで、私はどっちかっていうと8億9000万とかだと思うんです。お前はどう思うんだ。いや8億9000万だったら多分社長は飲まないと思いますよ。私は9億は行った方がいいと思います。もうグダグダですよ。でさっきもご紹介したみたいな感じで、いや目標達成言われてもこんな無理だから、もういろんなことやっちゃうと、目標達成とも関係のないような営業活動でもないようなことをいっぱいやるものですから、生産性が悪いだけでなくって長時間労働して不満も不安もどん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 大きくなってきます。営業の現場はなぜかっていうと完全にモラルハザードだからです。これは非常にまずい。なので理想的なのはこちらです。営業成績の差を減らすためには自由度を減らした方がいいんです。でも先ほどもお伝えした通り、ここを決めるのにいろんなアイデアを出して、何が KSF で何が KPI か決めていくの大変ですよね。だから私どもアタックセールスアソシエイツは余罪管理を提案してるんです。マネジメントルールを統一させるのにとても役に立つのが余罪管理です。目標の2倍の余罪をあらかじめ仕込んでおいて、目標を絶対達成させる営業マネジメント手法が余罪管理です。もちろん会社によって余罪の量とかコンバージョン率は変えていくんですけども、でも何を KSF にするのか、そして何を KPI にするのか、それは大体レパートリーとして決まってくるんですよ。そうすると最低でも目標を達成できるようになっていくということなんですよね。ゼロから考えるよりも、この余罪管理のマネジメントのフレームワークを使って、ぜひぜひ心理的安全性の高いチームを作って、営業生産性を上げて、そして安定的に目標を達成できるような営業チームを作ってみませんか。この余罪管理については概要欄で紹介されているサイトを訪れて、3つの資料を無料でダウンロードしてみてください。でその中にはこういった、どのように目標の2倍の余罪を仕込めばいいのか、そういったノウハウと余罪管理シートも含まれています。ぜひ今すぐダウンロードしてみてください。今回の動画はいかがだったでしょう。ぜひ皆さんにはこの余罪管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画参考になった、気に入ったという方はいいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。